そこにいるのはお姫さんじゃねえか。おいでおいで。でもお話のお邪魔では。構わん。秀吉の話にはとうに会いた。ひって意見を述べろとおっしゃったのは信長様じゃないですか。貴様弁は立つが長いのがたまに傷。昔からだ。桶狭間で軍略を披露した時も、美濃で敵の命乞いをした時も、越前で軍律に背いた弁解をした時も、いやそもそも初めて顔を合わせた時からだな。尾張の山道で自分を召し抱えればどれだけ得か永遠と聞かされたわ。秀吉殿、そんなに言いたいことがあったんですか？いやないない。信長様がずっと黙り込んでるもんでしょうがねえから話を水増ししたんだ。このまま喋らせておけば、あるいは舌の根が干からびて死ぬるのではと興味深くてな。あいにく未だに舌には油が乗っておりますぜ。ふん、そのようだ。ご歓談中失礼いたします。信長様、まもなく家老衆との謁見が始まります。そんな刻限か。ではな桔梗、くれぐれも秀吉の口車に乗らぬよう気をつけろ。やれやれ、人をイカサマシみたいに。信長様と秀吉殿とのやりとり楽しげでした。お二人は気の置けない間柄なのですね。まあ付き合いが長いしな。互いのことならいろいろ知ってると思うぜ。趣味、特技、女の好み、それに弱点なんかもな。弱点？あの秀吉殿の弱点というのは？お、嬉しいこと聞くね。そうだな、俺は首に息を吹きかけられたり後ろから抱きつかれたりするのにめっぽう弱い。そうですか、忘れなければ覚えておきます。あんたも口が巧みになったな。やっぱり思い合う二人ってのは似るもんだ。何も言うまい。お姫さんの弱点はどこだい？肩か背中か、はたまた唇か。答えかねます。では私はこれで。本当に言葉巧みな人。自分から顔を見せに来てくれるうちは大丈夫か。楽しかったぜお姫さん。またいつでも来てくれよ。せっかく本丸の近くに来たのだから、今回の任務について女房さんたちに聞き込みをしておこうかな。そうと決まれば変化する姿は。どうもあまり身のある話は聞けないみたい。聞き込みはここまでにしておこう。そういえばみんな聞いた？この間秀吉様がね。秀吉殿が？あ、わかった。琵琶湖での相引きの話でしょ？そうそう、桔梗姫様とお二人で船に乗っていらっしゃったって。姫様ったらずるいわ。私たち船になんて乗せてもらったことない。ましてや二人きりだなんて。ついに皆の秀吉様にご本命ができたということ？だとしたら寂しいわ。あんなに楽しい殿方ってちょっといないから。陽気でおおらかで話術も巧みと来てるでしょ。極めつけにとびきり優しい。あれで農民の出じゃなければ完璧なんだけど。農民だと何がいけないのだろう。そうそう、羊がたまに傷なのよね秀吉様って。俺がなんだい？よう、にぎやかだな。まるで可愛い小鳥たちがさえずってるみてえだ。やあ秀吉様、お噂をすればなんとやら。怖えな、どんな噂だい？
もちろん秀吉様が日の本一の異常夫だって噂です。だからね、異常夫様、私たちを一へ連れて行ってくださいな。パーッと息抜きしたいわ。秀吉様と一緒に一を巡れば日頃の鬱憤なんてきっと吹き飛んでしまいますもの。お願い秀吉様。秀吉殿、それにしても人気がある。女房さんたちと一へ行くのだろうか。なんだか胸がモヤモヤする。不可解な目があった。早くここを出なくては。秀吉殿はああ見えて勘が鋭い。万が一この変化姿まで見破られたら、これから先の任務で動きにくくなってしまう。そそくさと立ち去ってしまったのは不自然だった。いや、恥じらいゆえの態度だと思ってくれたかも。あら姫様、お帰りなさいませ。秀吉様、よろしゅうございましたね。ちょうど姫様がお帰りになりましたわ。お帰り、お姫さん。訪ねてきたのにいないと聞いて、心の羽がもげ落ちそうだったぜ。では、私は厨房の用事がありますので、失礼いたします。おう、ありがとな。秀吉殿、何のご用でしょうか。いや、それがな、さっき妙にお堅い様子の女房に会ったんだけど、なんかあんたに雰囲気が似てるなと思ってさ、無性に会いたくなっちまったの。ちゅうわけで今時間あるかい。一緒に一にでも行こうぜ。合いびき合いびきな。秀吉殿と出かける。はい、嬉しいです。何今の、口をついて出てしまった。お姫さん、じゃあ手を握るのはどうだ。嬉しいかい。え、肩を寄せ合ったり抱きしめたり口づけたりするのは嬉しい。すみませんが、その辺で話を戻しますが、外へ行くなら一つ希望を言ってもいいですか。できたら一ではなく、静かで景色のいい場所に行きたいです。静かで景色のいい、つったらこの間の琵琶湖みてえな。はい、あの時間は少し心地が良かったので。かわいいこと言ってくれるな。風景や気候が素晴らしかったということです。うん、じゃあそういうことにしとこう。どうどう、うまそうよ。もうちょっとゆっくり歩いてくれ。うん、その調子だ。ありがとな、うまそう。秀吉殿、そこまで身を寄せなくても。いやいや、釣り合いを取るにはこうしてくっついとかねえとな。うまそう、そうじゃなきゃお前も歩きづらいだろ。さっきから思っていたのですが、その馬蔵という名前あんまりではないでしょうか。え、なんで。明快で男らしいいい名じゃねえかな、馬蔵。嬉しそうな鳴き声。馬蔵は秀吉殿をとても好いているみたい。よしよし、ここらで一休みしような。馬蔵、止まってくれ。さなえ風に遊ぶ、のどかさも極まれりってな。もうすっかり田植えも終わっていますね。うん、見事なもんだ。これだけ植えるのは大変だったろう。長いこと腰をかがめてなきゃならんからな。あれは体がきしんでかなわねえ。そうか、秀吉殿は経験があるのですね。田畑での仕事嫌いだったのですか。嫌いってことはねえが、
しっくりこなかった。俺の天職はこれじゃないってな。だから町へ奉公に出ていろんな職を試したんだ。主やら露天商やら染め物屋やら。そうこうしてるうちにその町が戦の巻き添えを食って大勢の人間が死んだ。故郷の村に戻ってみればそっちはそっちで信氏に襲われて荒れかけてたよ。だがその信氏たちだって戦で住まいや主を失った奴らなんだ。つまり諸悪の根源は戦だってことさ。戦を悪とみなしていながらなぜ武士になったのです？悪とみなせばこそなったのさ。日の本を追う戦火を消すためには力ある大将が天下を治めるしかない。そんならしょうがねえ、俺がその大将になってやろうとそう思ったわけだ。秀吉殿が天下人に？そんなに意外そうな声出すなよ。本気だったんだぜ俺は。だから織田家の足軽になった当初はせいぜい信長様を利用してやろうなんて考えてたわけ。けど信長様の奇才ぶりを見るにつけ、この主君に助成した方がとっとと日の本がまとまると思ってな。信長様を信頼し願いを託したということか。ま、信長様からしたら厚かましい考えだろうけどさ。どうしたお姫さん、疲れたかい？気づけば俺の身の上ばっかり聞かせちまったもんな。こんな話長いことしてなかったからつい口が回りすぎちまった。すまねすまね。いえ、興味深かったです。今の秀吉殿は誰よりも軽やかに生きているように見えていましたけれど、一介の民として生まれ奉公に出て足軽から大名になって、いくつもの試練を乗り越えてこられたからこその今なのでしょうね。大層な言い方してくれるね。俺はただその時々でしたいことをしてきただけだよ。野良仕事が肌に合わねえから村を出て、村を出たところに志を見つけられた。だから別の生き方を選んだ。それだけ。あんたはどうだ？今の生き方、あんたに合ってるのかい？え？殺したくば殺せ。忍びは自分の死に場所すら選べない。未来の夢など考えていない。なぜ胸が騒ぐのだろう。忍びたる者、忍に生き忍に死すべし。里ではずっとそう教わってきた。この生き方が私に合っているのかなんて今さら、そんなことは分かりませんけれど、忍び以外の生き方を考えてはいけない。はは、前々から思っちゃいたが、あんたはけなげというか真面目すぎるというか、あんたを育てた忍びの里っちゅうのは律儀者で溢れてんだろうな。見に行きたいもんだぜ。生まれ故郷、それを言うのなら私は秀吉殿の生まれ育った故郷に興味がありますが。え？俺の故郷っつったらただの小さな農村だよ。はい、秀吉殿にとってはもはや過去の場所だとしても、村で過ごした年月はきっとあなたの中に根付いているのでしょう。秀吉殿は誰にも明るく振る舞う代わりに本心の見えにくい人と思います。私は先ほどのお話の中でやっと秀吉殿という人を垣間見たような気がしました。もっと秀吉殿を深く知るにはあなたを育んだ場所を見るのがいいと思いまして。秀吉殿？今のは
血とやられたぜ。そうか、俺の故郷をね、はるばる農村を見たいってかい。そんなことを言う女はあんたくらいだろうよ。ありがとな、お姫さんの愛しかと受け取ったぜ。愛などではありません。急に抱きつかないでください。よう、お姫さん、この旅はお手柄だったな。何のお話でしょうか。クセモノが捕獲されたっちゅう話だよ。お姫さんの活躍じゃねえかなと思ってさ。なあなあ、どうなの。それについてお話しすることはありません。またそれか。あんたが功労者だとすりゃ盛大に祝いたいのにな。ちぇ、じゃあもしもの話しよう。もしもこれがあんたの功なら、あっぱれだぜ。ありがとな。くすぐってみよう。お腹に狙いを定めて一気に攻める。はい、待ち。両手をつかまれた。お姫さん、目が怖えよ。食われちまうかと思った。俺どっちかっつうと食われるより食いたい方なんだわ。覚えておきます。くすぐってみよう。お腹に狙いを定めて一気に攻める。ん？なんだなんだ。ちょっと待った。あ、待てってのに。ひどい。待てって言ったのに、あんな強引に。けどそのよかったぜ。気に入ってもらえたようで何よりです。まあちょいと待ってくれ。ちと庭に出ねえか。はい。秀吉殿、もしかして腹が痛むのでは。え？ああごめんごめん、長いこと黙ったまんまで心配させちまったな。長いことというほどでもありませんが、秀吉殿にしては珍しいというか。くぅ、気遣いがしみるぜ。ちと思い出してただけなんだ。この庭であんたの正体を知った夜のこと。あれは無情の行幸だった。あんたを知れば知るほどそう思うよ。私にとってみれば痛恨の失態でした。まあそう言うだよ。でもあの晩正体を見抜いたのが秀吉殿でなかったら、私はとうに打ち首になっていたのかもしれません。あなたが私を見過ごした理由は正直今でもよくわかりませんが。お姫さんが悪人だとは思えなかったからだよ。闇雲に疑って罪に問えばそれで終わっちまうんだ。真実がどうあろうとな。秀吉殿。まあ一番の理由は可愛いあんたと恋仲になりたかったからだけど。はあ、恋仲ですか。うん、ちょっと本気で考えてみね。俺みたいな恋人がいると楽しいと思うんだけどな。確かにそうだろうけど。え？え？何？いえ、何でもありません。驚いた。私、秀吉殿といる時間が楽しいと思っている。長居をしてしまいました。いつまでもいてくれていいんだぜ。いっそのことを引っ越してきちまえばいいのに。